ももちゃん、どうしたの？お姉ちゃんたちは？おだら、おだら。桐山、知り合いか？今確かボドロとこの者が叫んだように聞こえたのだが、ボドロってあれであろう、子供から大人まで大人気の、俺も大好きなあの名作アニメに出てきた森に住む知的生命体のことであろう。あの神秘的な、まあ知的という部分では浅からぬつながりを感じるな。ふむ、よし小さき者よ、名を聞こう。名を何という？モモ。よし、ではモモ君、手をつなごうではないか。往来は車が行き交い、危険だからな。バッタラーバッタラー。モモちゃん嬉しそうだな、俺といるより。お家はどこなのかね、送って行こう。あ、いた、モモ。桐山くんと一緒だ。おーい、桐山くん。あの、レイくん、そちらは？え、あかりさん、顔が真っ赤なんですけど。まさか、あかりさんのストライクってここなの？これはその、将棋の、ああ、部活の。はじめまして、桐山くんの親友の二階堂春信と申します。晩御飯は、もしよかったらあなたもいらっしゃらない？お姉ちゃん、またよその子を？ありがたいお言葉、では、ぜひ喜んで。はっは